東京ミッドタウンや自由が丘などに店舗を構える大人気レトルト食品専門店、錦屋キッチン。このパッケージ、見たこと、食べたことありませんか？およそ120種類ある商品の中で不動の人気を誇るのがレモンクリームチキンカレー。作っているのはお隣、宮城県岩沼市にある錦食品。福島のテレビ局でこの工場に入るのって実は初になります。なんと福島県内のテレビ局では初。すごく丁寧に作ってるなっていう。そうですね、やっぱりお客様の口にやっぱり入る食品になりますので、まあ、そういったところから品質ってものは作られるんじゃないかなと、考えてますので、まあ、フローシートレシピ通りに生産の方を行いまして丁寧に作っております。ここ錦食品空港南工場では1日に11万パックのレトルト食品が製造されていた。1939年、家族経営の佃煮店からスタートした錦食品。1960年代、高度成長期になると時代の流れについていけず経営が悪化し倒産寸前に。そこで2代目の錦睦男が当時話題になっていたレトルト食品に注目しました。レトルトカレーというのはその非常食とか、まあ、お腹空いた時にちょっと小腹を満たす食べ物って認識があったんですが、もうこれをメインにしてもいいというぐらい。そう、錦食品が目指したのはメインで食べたくなるごちそうレトルト。そのために現在の会長である菊池博氏が最初に変えたのが、食の基本となる水と塩。もう全てソースに入る水は全てこの浄水器を通したものを使用しております。その水に含まれている塩素をこの中にフィルターが入っておりますので、こちらが取り除いてくれて、こうより美味しいカレーにつながるものになります。そして塩は旨味のあるまろやかな味わいで素材の良さを引き立たせるものへと変え、添加物に頼らない味作りを徹底した結果、錦屋キッチンシリーズは去年累計販売数2500万食を突破。ちなみに一番好きなのは何ですか？ゴルゴンゾーラビーフカレーというチーズの入ったカレーなんですけど、やはり私はこちらのレモンクリームチキンカレーが一番好きです。従業員も大好き錦屋キッチンシリーズ。そのレシピを一手に引き受けているのが、調理師や管理栄養士などで構成される食の精鋭集団、商品開発部。これは結構お客様にハマるなって自信を持って出した商品でも、意外とそんなにハマんなかったりするのは結構あります。逆にその意外性のある商品が人気になったりすることもあります。まあ、レモンクリームもそうですけども、まあ、最近ではライムチリマトンとか、マニアックなんですけどそこそこ人気なんじゃないかなと思います。爽やかに香るライムとチリペッパーの辛みが効いた辛口マトンキーマカレー。ネクストブレイク間違いなし。ごちそうレトルトを次々に生み出す錦食品の心臓部、商品開発部。主力商品のインドシリーズは現地インドに行って学んだことが多く生かされているんだとか。やはりこう現地に行かないと分かんないことが多々あって、弊社もインドカレーはもう10年以上前から現地に行って勉強しながら作ってるんですけども、それでもやっぱ行くたんびに新しい気づきとか新しいこうスパイスの使い方とかがあって、本当に奥が深いなっていうのを感じてますね。やっぱり世界の料理を簡単にって言ってますので、世界の料理をレトルトで表現する、しかもレトルトと感じない料理のようなレトルト食品を作っていければなと思ってます。一番大切なことって何だと思いますか？料理技術だったり弊社の製造工程の工夫だったり、そういう小さな工夫を積み重ねていって
まあ、他社には負けない商品ができるんじゃないかなと思います。さらに製造を支える工場にも秘密が。材料の計量から製造、パウチ詰め、レトルト殺菌に至るまで一方通行の工場レイアウトにすることで生産効率を上げているんです。実はこのレイアウトにも現会長のある思いが。そうですね、本当にあのカレーソースがこう釜からダーって流れるところとかはすごい反応よく見ていただいてますね。そう、レトルト食品ができるまでの一連の流れを子どもたちに楽しく学んでもらおうと見学ができるんです。今毎月2回とか東京から来られる方とかもたまにいたりして、本当にはるばる来てくださる方もいますね。やっぱり最後は錦屋キッチンをもっと好きになっていただきたいっていうのがありますね。で、安心して食を楽しんでほしいっていうのがありますね。はい、蛇口から出てくればいいのにって面白い。でも本当にここにしかないような味わいが楽しめますよね、うん、そうなんか特別感というのが一つキーな気もしますよね、うん、はい、で錦食品では自社商品だけではなくて現在80社以上の企業のレトルト食品も作っている。ですからもしかしたら皆さんが普段食べているレトルト食品の製造欄見てみると、はい、うん、錦食品の文字があるかもしれません。錦屋キッチンシリーズはオンラインショップから購入することができます。ごちそうレトルト、ぜひ試してみてください。深まるでした。